激かわリボンちゃん、コンペイと毛玉ありがとう。これ2個セットです。かわいい、ありがとう。おいしそう。どうですか、リボンです。今日は美容室とマツパも行きました。大成功です。いっぱい買い物できた。いっぱい買い物できました。ハートありがとう。こんな感じなのと、なんかもう一個ありました。これはでかいやつ。これこれもう2個。めっちゃかわいい。なんかね、白色にしてみました。え、バリかわいくない？なんか衣装みたい。コンペイトありがとう。つけとこっかな。かわいいし、つけてみとくか。目が乾く。コンペットありがとう。聞こえして。あ、いいよ。別にいいよ。たまにはね。聞こえして。あ、いいよ。別にいいよ。別にいいよ。うん。聞こえしてあげてもいいよ。今日はそんな日なのかもしれない。そう来た。そう来てみた。タコありがとう。ハートありがとう。わからん。ちょっと今は2回連続OKしてみたけど、わからん。今からはわからんかも。お、いいよーって感じです。聞いてな。ハートありがとう。めっちゃリボン可愛くない？聞こえして。あ、今日雨だったのでダメです。聞こえして、ごめんなさい。今あの暖房的なのつけて目が乾いてるのでダメです。ハートレインボースターありがとう。可愛いでしょ。バラありがとう。僕振られた。そういうことかもしれないな。毛玉ハートありがとう。あのさめちゃめちゃ髪ツヤツヤ。結婚して。あ、いいよ。別にいいよ。今日はいいよ。別に今日は別にいいよ。毛玉ハートありがとう。めっちゃね、髪の毛がツヤツヤになったんですよ。おい、まあいつかね、実る日が来るかもしれないので、みんな諦めないで。ハートありがとう。諦めなければ叶うなり。ハートありがとう。やっほー。ハートありがとう。リベンジ待ってる。コンペイトありがとう。キャマサイリウムありがとう。サイリウムありがとう。明日手綱です。
明日ってさ平日やんな多分普通に。ハートありがとう。髪ツヤツヤの秘訣はですね、あの美容室に行ってトリートメントをする、これに限りますな。あとは高いシャンプー使う、これに限りますな。やっぱり値段ですよね高いものはそれ相応に良いということが分かりましたね。サイン届いた、よかった。昨日のペン今日も買ってきた、お揃い、あれ可愛いだよな。きょうちゃんもたくさん使います。コンペイトありがとう。結局ねやっぱ高いものはいいんですよ。そうなんです、高いトリートメントすると髪の毛ツヤツヤになります。高いだけのものもたまにあるからそれは気をつけて。なんか知らんけど平日かって感じ。別にきょうちゃんからすると平日も土日も全然関係ないんですけど、明日ってもしかして平日ですか？ん？うん。コンペイトありがとう。黒みと迷ったけどきょうちゃんとそれにしちゃった。わーい、ハローキティが一番可愛いから。ちなみに言っとくとね、ハローキティさんが一番可愛い。カレンダー的には金曜日。なるほどね。じゃあ制服の目は土曜日ってことか。うわ、じゃあ3日って日曜日？困ったな。そう、キティさんかわいい。だるまハートありがとう。ハートありがとう。確かに推しメン見れたら祝日やわ。じゃあ今日祝日ですね。コンペイトありがとう。仕事で頑張って応援してる。かわいい、ありがとう。ハートありがとう。結婚して今日寒いから無理なんだ、ごめんなさい。寒すぎる。ハートありがとう。しかも寒いのに雨降ってて最悪でした。ハートありがとう。寒いのも嫌いで雨も嫌いなのでダメだよ、今日はダメだよ髪飾り似合ってる、可愛いでしょ、大きいリボン。今日はきれいめお姉さんの服と可愛い蛍光でちょっと地雷っぽい服買いました。雨降るの知らんくて、きょうちゃんは折りたたみ傘持ってって大活躍でした。 Thank you。 そう、3日はお休みなので何しようかなと予約申し込みました。嬉しい、待ってるよ。今日も可愛いでしょ、白いです。今日は可愛い、ありがとう。ハートありがとう。寒すぎる。結婚して、あ、いいよ、別にいいよ、今日は別に結婚してもいいよ、いいよ。お姉さんきょうちゃん、え、楽しみにしてて、かわいい服買ったから。お姉さんな、かわいい服買いましたよ。え、
いいよ、今日は結婚してもいいよ今日は別に結婚してみてもいいよ。ハートありがとう。このさ、ハートが可愛いからいいよ。別にキラキラが可愛いから別に今日はいいよ。結婚して、今日はすっぴんだから無理なんだ、ごめんね。やっぱり結婚する日はメイクバッチリな人がいいな、ごめんね。可愛い、ありがとうピン可愛いでしょ。ハートありがとう。髪ツヤツヤです。そりゃ振られることもありますよ、生きてたら。生きてたら結婚できることも振られることもありますよ。深いですね、きょうちゃんの配信は。今日もきょうちゃんに会いに来てね。4日、月曜日ってこと？月曜日、お時間がない公演ですか、もしかして。4日後、4日。コンペイとハートありがとう。明日は鉄な、明後日は制服の目で、し明後日はお休みで、その次が時間がないで、で制服の目で6。え、6って何？6って何？ S かな、わかんない。コンペイトありがとう。多分 S ですね。で7があれ、声出していこうぜかな。8はいないです。なんか今回さ、発表されるの早くない？まあ多分絶対そんなことはないやろうけど、なんか一気に行きすぎて、毎日あるからかな、なんかもう何が何か分かんなくなってる。ぼんぼりありがとうございます。ぼんぼりぼんぼん。で8はあれでしょ、手つながる日や。きょうちゃんは何もないよう働いてます、ほんまに。よう働いてるな、ほんまに。で8はなくて、9が時間がない、で10日が中間発表ということで、キャーハートありがとうハートありがとうね、みんな応募するのも大変でしょ絶対。あれってなっちゃいそう、どこまで応募したかなみたいな。明日のですね、お待ってる、きょうちゃん見ててね。寒い、85日、もう少しで90日ですね。いや、あっという間よ。投票した、ありがとうございます、嬉しい。皆さんよろしくお願いします。寒い。なんかでも結果が毎日見えへんからさ、なんかあんまり実感はないよな。なんかあれ始まってるっていう感じですけど、きょうちゃん不足よな。だからきょうちゃんもきょうちゃん不足なので待ってます。花粉症がで目がかゆい、かわいそう。今日が花粉症じゃないんで勝ちです確かにもう3月か、ハロー3月って感じ。皆さん2月はどうでしたか？ハートありがとう。まあきょうちゃんはぼちぼちでしたね、あんまり覚えてないな、2月の出来事。ん？ 2 月ってなんかしたっけ？髪サラッサラやで。
毛玉ありがとう。絶対花粉症ならない、すみませんけどすみませんけど、ジェットありがとう。コンペイトありがとう。2月って何してた？な、早くて覚えてない。なんかあれよね、1、2、3月は早く過ぎてくっていうからさ、ほんまにその通りだなと思います。センター京ちゃん、あれ多分2回目でやったっけ。2回目の制服の目でセンター京ちゃんで、でさ、でも結構2月ってやったやん、制服の目。それはえ、何回やったっけ。2回？3回ぐらいかな、全部で。ほんまに覚えてなくて2月きょうちゃんから誕生日メール来た、おめでとう。今年1年もきょうちゃんハッピーキュッピーな1年にしように。あれ、サイン会って2月？あ、2月か。いい思い出ですね、くんくん。そうだ、2回目でいきなり生誕祭やったわ、そういえば。で3回目、そう、わかんないですね。で2月は鉄なには出てないよな。そう、1月や多分。だから1月か多分。最高列って見えへんもんなん？今日がゲネプロ見るときいつも最高列から見てたけど、結構見えてたような気がするけど、どうやったっけ。あ、3回しかやってないや、2月って。もっとやったイメージ。なるほどね。最善、すごい、見ててね。こんばんは。で2月はE公演にも出て、わあ、みちゅさん、あー、確かに前の人次第か。メンバーやったから見えたのかも。キュッピー見ててね。キュッピサイフル嬉しい、ありがとう。コンペイトありがとう。3月は別に何もない。あ、トーク会があるわ。そう、あ、3月か、今月か。オンライン特典会って2月やったっけ。なんかなんかやっぱあれね、年越してから結構早いですね、時間過ぎるの。いい感じ。毎日頑張っていきましょうね。10月ぶり？え、超久々やん。きょうちゃんとよく目が合いますね。確かに。ハートありがとう。じゃあみんなの今楽しみなことは何だい？え、てか今日一日生きててなんか面白いことなかったっけ？うわ、悲しい。ないな。に、明日あったかい？ナイス。今日なんか楽しいことありましたか？今日。
そう、でもめっちゃまつげが綺麗に上がったけど見えないね。レインボースターありがとう。きょうちゃん一生あれね、公演に出てます。頑張るしかない。けどもありがとう。サイン届いて嬉しかった。よかったでち。家宝にしてね。黒ケープ負けた。それ絶対量が足りてないね。もっとかけないと。リハードありがとう。ハードありがとう。メッセージたくさん見てね。毛玉ありがとう。かわいいありがとう。ハートありがとう。それはつらい。またいつか待ってまちゅ。なんとなくチーズが食べたい気分なんだ。寒いし、寒すぎる。今日タイプすぎる。今日かわいいでしょ。コンペートゥーハートありがとう。明日めちゃめちゃレアじゃないか。なんか普段あんまり一緒に手綱に出ることない先輩とも一緒に出れると思って見てました。メンバー楽しみですね。だから毛玉ハートありがとう。寒すぎる。やってられん。コンペイトーありがとう。そうなんですよ。でも手綱久々できるかな。頑張ります。コンペイトーありがとう。楽しみですね。なかなかレアなメンバー。明日は金曜日ということで特に何もないです。そうリカさん、そうリカさんと一緒に出れます。ゆうかさんも一緒嬉しい。ハートありがとう。必ず写真撮ってきます。いつか待ってまる。待ってます。ハートありがとう。ファイトありがとう。応援されました。嬉しい。ご飯バリ食べてる。眠れなくて。だるまありがとう。明日はきょうちゃんどこから出てくるのかなとか。快適に踊れそうです。いっぱい踊ってやってね。どこから出てくるのか、ユニットは何なのか、楽しみにしていてください。なんでしょうね。多分最後出たのマジいつか分からんのよね。マジでいつか分からん。多分2月は出てなくて、前回出た時ほんまになんか何やったっけ。ハートありがとう。だから結構前なんかな。ユニットは多分チョコだけしかやってないと思うねんけど、全体ポジどこやったかマジで覚えてなくて、マジで覚えてない。ハートありがとう。
ブルドンも結局1回しかやってないからね。あ、でもあれや、黄色しかやってない。そう、またね。そう、ウィンブルドンは最初で最後やらせてくださいって。1月17、結構前。いやー、覚えてないな。でもめっちゃあのチョコやったこと覚えてて、かチョコ必ずやってる。毎回毎回チョコ必ずやってるけども、なんでキョウちゃん。いやー、ちょっとウィンブルドンねやりたいな。やばい、練習します。毛玉ありがとう。きょうちゃんのグローリーが好きで嬉しい。グローリー最高だな。だるまありがとう。前回の鉄の、誰と出たっけ。恋して、もう夜だから無理だな。これで多分昼とかならねあるかもだけど、ちょっと夜はもうね眠いから、多分結婚できることあんまりないかも。夜はやっぱ眠たいね。ハート、だるま、毛玉ありがとう。これツインテールにしてさ、つけたい。楽しみ。え、これね、これだけで1セットと思ってたら、まさかのこのセットも同時やって、めっちゃラッキーでした。ただの勘違いなんですけど、すごいお得に感じれましたね。かわいすぎんこれ。ということで、はい、やめます。ランキング読みます。13位、豆柴、12位、きょうちゃん、11位、ベネロペ、10位、うさぎさん、9位、リス、8位、きょうちゃん、7位はクロミちゃん、6位きょうちゃん、5位きょうちゃん、4位ハンギョドン、3位きょうちゃん、2位赤い男の子、1位きょうちゃん。はい、ありがとうございました。は、以上、ハピキョピティーンズでした。おやすみなさい。明日鉄なよろしくお願いします。コンペトゥー、ありがとう。あ、明日待ってるね。頑張ります。明日も頑張ります。バイバイ。おやすみなさい。タイヨロ。明日も楽しみましょう。確かに、また4年後か。じゃあまた4年後。はかない。応援しててね。バイバイ。